リボンチャンネル。メイコ、帰ろう。うん。はあ、マジになるよな、あのカップル。サスケくんかっこいいよ。ひなもりさんもお嬢様なのに優しいし可愛いし、守ってあげたくなるのわかるよ。世間知らずでこの前キャベツの千切りキラキラした目で褒めてきて。あのね、これさつきにあげたくてちょっと焦げちゃったけど。うん、美味しい。メイコが俺のために作ってくれたなら幸せ。今日パーティーあるんでしょ。俺もついてく。心配だし。鳴沢さつき15歳。優しくてかっこいい私の理想の王子様で、将来の結婚相手なんです。きっかけは1ヶ月前。いや、好きでもない人となんて結婚できない。まあまあ、とっても優秀でうちの会社の後継ぎにもふさわしい子なんだ。そんなの。はじめまして、鳴沢さつきです。ひなもりめいこです。こうして私たちは結婚することになった。パパ、これ何？これをはめて正式な婚約としよう。2人で愛を育んでプロポーズするときに使いなさい。はい、はい。二人の愛の証。ねえ、指輪いつ渡してくれるの？もっと素敵な日にあげたいから、もう少し待ってて。うーん、好き。誕生日、クリスマス、バレンタイン、流星群とか夕日の下でもいいな。さつきの声。じゃあさつき、卒業したらひなもりさんと結婚すんだ。私のこと話してる？結婚するつもりはないけど。え？メイコ、こういう恋愛ごっこに憧れてたみたいだし、俺は夢のためにいろいろ都合がいいから一緒にいるだけだよ。へえ。指輪をはめなきゃ婚約したことにならないしな。一人じゃ何もできないお嬢様だし。さつき、あれは何？私の中学の時と全然違うわ。すごい、食堂がある。シェフはいないのね。あれは、あっちは何？わーわー、こげー。今は楽しくても、そのうち元の生活に戻りたく。おい。あ。全部、嘘だったの？だったら何？ひどいよ、騙して。私本気で。じゃあこの話はなかったことにしようか。え？じゃあ俺もお金持ちの世界が見れて楽しかったよ。早く安全なお城に帰りな。最後まで動画を見てくれてありがとうポシュー。チャンネル登録よろしくポシュー。グッドボタンやコメントも待ってるポシュー。リボンチャンネルは毎日更新中。これは毎日見るしかないポシュー。次の動画も見てね。